バーレーンの首相は、バーレーン王国における政府の長。2002年2月14日に交付された、バーレーン憲法では、首相は、国王より任命、罷免される。バーレーン国籍を有する30歳以上などが、就任の条件で、大議員である必要はない。大議員における信任決議は行われないほか、不信任決議の可決には大議員での3分の2以上の賛成の後、 さらに国民議会での3分の2以上の賛成が必要である。首相は議会の召集を国王に要請できる。大議員に対する法案提出は首相が行う。また可決された法案はすべて表議員が首相に送付し、首相は国王に提出する。独立前の1970年1月19日より、ハマドビン・イーサ・アール・ハリーファ国王のおじにあたる。 ハリーファビン・サルマーン・アール・ハリーファが半世紀以上にわたり首相を務め2020年11月11日に現職のまま死去した。後任には2013年3月より第一、副首相を務めていたサルマーン王太子が任命された。ハリーファビン・サルマーン首相時にはこの他に4人の副首相がいた。ありがとうございます。